今日も早いところから。そうですね、もう自分の足と村上さんを信頼して、はい、まあ、ちょっと長い距離になりましたけど、不安なく、はい、仕掛けることができました。ちょっと若手選手たちがどこに本戦を崩そうという中で、そうですね、こうみんないいレースをしたと思いますし、どのラインも、そうですね、そのみんながベストを尽くしたその、まあ、客観的に見たらいいレースだったと思いますし、まあ、その中でやっぱりここはどうしても僕はラインで決める走りはしたかったですし、まあ、東君のインネバリと、まさきのまくりを警戒して、やっぱ天田君もすごく速い仕掛け巻き返しでしたし、まあ、初日2日まくりでしたけども、迷いなく今日は先行勝負できました。しっかり結果を出して、そうですね、やっぱりこう平安賞にかける思いは、誰にも負けてないつもりですし、はい、なんとか最低限の仕事はしてると思います。ちょっと村上裕之さんが敗退したことだと結構流れがあって、そうですね、まあ、その分何が何でもというつもりで、はい、もう一回引き締めて走りました。完成とかさ、完成は本当初日から、ありがとうございます。完成はすごく初日から多くて、でもその初日はちょっと緊張を通り越して上がってたんで、その完成にちょっとこう感極まってしまった部分があって、いい意味で、でもそれはやっぱりこう勝負をする心理状態としてはやっぱりよろしくはなかったんで、そこ2日目は落ち着けて、集中してる中でもリラックスして走れましたし、でさらに準決勝はやっぱり勝負をするっていう、こう精神状態で走れましたし、そのお客さんの声いうのは聞こえてたけど全く気にはならなかったので、はい、そういう意味ではすごく準決勝が一番いい精神状態で走れたかなと思います。決勝につながる走りっていうのがこう準決勝に出したのかなって感じたんですか。そうですね、その、まあ、先行勝負に迷いはありませんでしたし、はい、あれでやっぱり結果を残せなかったらやっぱりもっと上のレースでは戦えませんし、はい、はい、松岡君が前で頑張りたいって言ってくれましたし、はい、その後ろから勝負したいと思います。さっき言いました、深井君が強いですけど、そこ強いですね、もう僕らやっぱり、まあ、近畿はラインの競輪で今まで頑張ってきてますし、まあ、なんとかラインの結束で戦っていきたいなと、はい、復帰戦でそのラインというところをこういきなり結果として出せれば最高の形ですよね。そうですね、まあ負けても納得いくレースを、お客さんに納得してもらえるレースを、はい、したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。